メタモール原子力発電所あるいはアルメニア原子力発電所はアルメニアに置かれた同国唯一の原子力発電所であり国内の電力需要の40%以上を供給している地震多発地帯という立地と老朽化の進行及び原子炉格納容器がない旧式のロシア型加圧水型原子炉であることから安全性が不安視されており 世界で最も危険な原子力発電所と言われている。しかし、アルメニア国内には他に有力なエネルギー源がなく、諸外国からの即時停止要請にもかかわらず止めることができない状況が続いている。メッツァモール原子力発電所の冷却塔。二千二十年、ナゴルノカラバフ紛争において、当原子力発電所の所在するアルメニア共和国と戦闘状態に陥ったアゼルバイジャンは、 2020年7月17日に発言書への攻撃を示唆した。ありがとうございます。